ほう、伊之助か、せがれよ。若様を見なかったかな。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい、せがれよ、この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。伊之助、我がせがれよ、守り鈴は仏様に備えてくれたかい？ほら、偏屈な物資がおる荒れ寺があるじゃろう。仏様ならそこにおられるでな。誰ぞ、そこにおるのか。おう、その声、いや、まさかな。御神、我が名は野上伊之助、平田家の老頭だった。どうかそこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。お主の母に会ったぞ。鈴をもらった。そうか、礼を言う。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に備えろと。先ほどの御神か、母の相手をしてくれ。かたじけない。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に備えろと。平田のものだ。弔ってやらねば。九郎様、エマ殿、平田から逃れてきたもの、他には？もうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ、流人を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを
私が巻き込んでしまった。縛るだけでは不安じゃのう。戦の前に我らが襲われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を恐れる、そういうお達しじゃて。お達しね、変わっちまったな、芦名の戦も。我が血と共に生きてくれ。